塚山駅は、新潟県長岡市西谷にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。ホーム無人化後のコンコース、長岡駅が管理する、無人駅。単式ホームに面2線を持つ、地上駅で、両ホームは、古線橋で連絡している。旧2番線は保守用車両専用となっており、本線との分岐器は乗り越し分岐器となっている他に、河川も撤去されており、 旅客列車の発着はない。駅機能としては運行上、信号取り扱い駅となっており、駅北側には保守用車両用の側線と車庫が設けられている。駅構内にはボタン式簡易型自動券売機、屋内待合室、自動販売機、化粧室などが設置されている。友人改札口や切符販売窓口、タッチパネル式自動券売機がコンコース上に設置されていた。 JR 東日本によると、2000年度から2014年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅周辺は、塚山地区の集落。スポーツ用品メーカーの工場があるほか、観光地も点在する。また、ホタルの生息地も周辺に数カ所あり、夏季には、コシジホタル祭りが行われる。越後交通の路線バスと長岡市コシジ地域、循環バスが、 駅前から発着している。新越本線から、同志小国地域方面へはこの駅が、最寄り駅となる。注釈出店。ありがとうございます。